高橋由一チャンネル。岸田さんの所信表明演説がありまして、うん、コストカット経済からの脱却って言ってましたけども、これについて解説をお願いしたんですが、こういう、ね、公式文書に、はい、を、ね、解説するっていうことでね、政策 の、 勉強みたいなのができるんでね、はい、ちょっとやりますけどね、はい、所信表明演説っていうのはかなり岸田さんがしゃべるから、はい、岸田さんの意向を入れることはできるんですよ、はい、入れることはできるんだけど、これたくさん書いてあるからね、はい、実はね、各省庁からね、はい、みんなね、2行か3行の細長い紙がたくさん出てくるんだよね。どんなやつも2行か3行でみんな書いてたくさん書いてあるんだよね。これがあんまりそのすごくたくさんね、2行か3行の細長い紙がたくさん出てくるんだよね、はい、これね、いわゆる官僚の言葉でね、みんな短冊って言ってる。短冊こうやって集めてね、たくさん出てくるんだよ。これやめた、これやめたって言いながら短くして、はい、それをね、集めてきて作ってるんですよ。あ、そうなんです。それで作るんだけど、最後岸田さんが出ることは可能は可能なんですよね。だからそういう意味では岸田さんの気持ちっていうのは入るんだけど、各省庁がみんな入れたくて、そういうことか。でこの台で短冊に乗っかんないやつもあってね、結構落っこちるやつあるんだけど、はい、でもね、みんな短い文章で自分のところの省庁の話を入れたくなる、はい、というふうなのがまずあります、はい、だからみんなね、話が短くなってるから、はい、これ読むといろんな全体わかるんだけどね、そういうことなんですね、うん、そう。でもね、全体 の、 トーンはね、はい、経済を、はい、っていう話になって、ね、経済って言ってたわけでしょ、はい、その時に議場かなんかでね、増税増税増税ってヤジがあったよな、面白いよな岸田さんもね、あれだよね、議場のヤジはね、はい、仕方ないからね、はい、あれは聞いちゃったわけだけど ね、 そうですね、面白いね、こういうのってね。でも経済って言ってるからね、はい、今度の臨時国会はこの経済の話が中心になるっていうことなんでしょうね。うん、そうですね。それで結構なことだと思いますけどね。はい、そうですね。だからぜひ野党の人もね、この話をね、あれだよね、経済を中心に議論してもらいたいよね。はい、で、最初にその、野党の方はどういうふうなことを言うかの前に、はい、これとにかくこの岸田さんの所信表明です、はい、原文をね、きちんと読んでからやった方がいいと思いますよ。はい、それで、原文は官邸のホームページにあるから全部読めるんだけどね。はい、で、ポイントだけ経済のところで言いました。最初、はい、初めのところにね、はい、経済、私は何よりも経済に重点を置いてます、はい、これはこれでよろしいでしょうね。はい、次にはね、その後戻りで許さないと言いつつね、はい、変革を力強く進める供給力の強化と不安定な足元を固め、物価高を乗り越える国民への還元、はい、この2つを車の両輪として総合経済対策を取りまとめ実行してまいります、はい、要するに車の両輪っていうので、供給力の強化っていうのと国民への還元ってあるんですよね、はいはい、でここもね、異論はそんなないんです、さっき言った、うんうんうん、なぜならば供給力っていうのと国民への還元、これは需要と言い直せるんだけどね、はい、需要と供給両方とも伸ばしますっていうことだから、それはそれで経済学から見ると、はい、もう悪はないんですよ、ね、いいことです、いいことなんで、ね、でもちょっとあえて言うとね、普通これ供給はすぐ伸ばせないから、需要の方が先に伸ばせるから、はい、需要と供給っていうくらいだから、需要先に書くのが普通なんだけど、ね、あ、そう、供給先に書いてて、のは、あれで需要がちょっとやりたくないっていうのが気持ちが出てますね。これは官僚の気持ちです。これはでも岸田さんとか全然わかんないで、その本読むんだと思うけどね、どっちを先にするかで気持ちが出る、気持ちが出ますよ。で、普通に考えると需要と供給だから需要が先なんだもん。そうですね、それが供給をわざと先に書いてるってことで、私なんか見ると官僚が需要がやりたくないっていう気持ちが出ちゃってるのかなと思いますけどね。なるほど、そういうね、ちょっと、ね、マニアックな言い方もあるんだけど、はい、で供給の方を見るとね、その辺りね、賃上げ 税制を強化するための減税、そしてそれで、あと投資減税、はい、特許などの所得に関する減税制度と、はい、書いてて、減税の話、ここで局に随分書いちゃってるんだよね、はい、でもここに書いてある減税の話って、基本的に企業です、みんな、あ、そうですね、企業の話ばっかり、はい、でも減税はありますで、企業の話の減税を先に書いてるんだよね。減税っていう話になった時に、多くの国民が思ってるのは個人、そうですね、需要に関する話で、個人の話なんだけど、減税の話を先にここで書いてる、はい、企業の話を書いてるっていうのがポイントになります。それで国民の還元で見ると、減税が出てこないそうですね、なぜか減税がここでは出てこないのね、はい、それで出てくるのは、還元措置の具体化に向けて、近く政府与党政策懇談会を開催し、政府の税制調査会における早急な検討を指示します、はいだけなんだよね、はい、
そうですね。あれ役人的に考えると、はい、ここで思い切って、はい、あの所得税減税を言えるんだけど、はい、私から思うと省いたって感じがします。省いた。じゃあどうやって書くかっていうとね、はい、所得税減税を含む還元措置の具体化に向けてって書くんだ。なるほど。最初に書くわけ。これそうするとねパッと結構閉まるんだよね、うん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 、そういう書かないもんね。ダメだね、ダメだね。それも役所から来た時に抜けてる。役所から来た時に 入ってない。それで岸田さんは時々口頭で口では所得税減税って話するんだよね、はいはいはい、それを財務省の方の官僚がさっきの短冊の時に全部打ち消してるっていうふうにはここで読みますね、はい、短冊の時に打ち消してるからそれを寄せ集めたやつも書いてない。だから本当はだから岸田さんね自分でね時々口で言ってんだよね、うんうん、だからあの岸田さんの周りにいる人たちは、うんうんうん、岸田さん所得税減税やるんだっていうのを新聞記事とかいろんな記事も出てるんでしょ、はいはい、それは周りにいる人が言ってるんだけどそれは岸田さんは口で言ってるのはたまに言ってるのは確かなんです。たまに言ってるんだったらここで書かなきゃダメだ ね、 そうですよね。私はもうあの岸田さんあの口でね周りにちょこちょこ言うくらいだったら、はい、あのここできっちり書いて言った方がいいです、はい、であえて言うとねあの財務省が作ってきた短冊にはこういう形に書いてあるんだけど、はい、これ読み上げるときに私が今言ったように言うんだ、はいはいはい、所得税を含む還元措置の具体化に向けてって言っちゃうんだよ、はい、言っちゃう。言っちゃったらね財務省はその場でもう3日を待つもんなんだよね。でもそうで言ったことは思っその言ったのが正しいから。そうですね、うん、これ原稿があるんだけど言ったのが正しくて言ったのが全てだからね。言ったのが原稿っていうか記録として残るってことですよね。言ったのは記録として残るんだけどこれ の、 あの今外に出てるのは事前の原稿なんだよね、はい、これは事前の、ね、あのマスコミに出して作ってるのは事前の原稿。あと国会でもねこれ配ってるんだけどこれも事前の原稿。ただしねその場で言ったっていいんだよ。絶対言ってもいいよ、うん、でそれはだから所得税を含めて言っちゃったらいいんだよ。そしたらね総理の意思がすごいはっきりするわけ。 そうですね、そういう演出をねあの総理の周りの人がねしてあげてもいいってこと、うん、実はねこの初心じゃないんだけど私そういうことやったことあるんだよ。国会の答弁って、はい、財務省が持ってきた答弁、はい、それで、まあ、安倍さんもね、はい、そのままこれやりたいねちょっと直すの大変だからって言うから、うんうん、まあ、あの答弁はそのままに争点問答で書いたんだけどね、はい、私が直前にねさっさっさと書き直してね、はい、これでバーンと喋ったことあるんだよ。そんなことよくあるよ。それ何 の、 こ何のそれは天下りの話の時だから、ね、書き直してね。そしたらね財務省の秘書官のやつがガーッと苦虫を噛みつぶしたように言ったけどもう言っちゃったからねダメ。それはね総理の発言ってそういうもんだから言っちゃうんだよ、うんうん、岸田さんはそこがねあのはっきり言ってちょっとダメなんで言っちゃうんだよ。言っちゃったらね後戻りもできなくなるんだよね。でなんかね岸田さんは周りにねいやここはねあれだよねちょっと抑えとかないとね財務省が潰しにかかるからねとか言ってるらしいんだけど、あ言っちゃったら潰せないんだよ。あそうか、逆に言っちゃったら潰せないの。うーん、もうそれそういう発言だからね。これ言っちゃった総理を潰すためには実はその総理の首を書くしかないわけ。党閣運動なんだけどね。なるほど。それはでもね言っちゃった方のが勝つんだけどね、一般的には勝つ確率高くなんだよね。だから岸田さんねあれでね周りにねなんか今言うとねあの財務省が大変だからと言って、はい、あのビビっちゃって言わないんだけど言っちゃった方がいいんだよ。うん、安倍さんなんかはねあのそういうことを言いながらね、うん、相手はねもう何だったらじゃあ解散するって解散しちゃうんだよ。そうです、ね、解散するのが一番ね財務省一番怖いんだよね、うん、一番嫌な手なの。そ う、ね、そういうことを打ち出すためにも所得税含むって言ってこれで所得税含むって言ってたら還元措置って言っててそれで国会の審議がねもたもたしちゃったらね、はい、じゃあこれを審議通って言って解散できちゃう。そうですね、そっちの方がいいんだけどね、うん、そういうのはちょっと岸田さんは、まあ、なんか周りになんか本当は減税の気持ちあるんだよって言ってるっていうだったらここではっきり言っちゃった方がいいですね。言わないとダメだね。なんか毎回話を聞くと岸田さんがこうチキンな感じがチキンかもしれないねでね、まあ、周りのねあの岸田ファンの人もねやっぱ総理はやる気なんですって言うんだけどね、はい、還元措置の具体化に向けてっていう 表現の中にね財務省の新年報もちょっとあるんだよ。ん？何ですか？あれよこれは還元措置の具体化に向けて、はい、でこれ解説ではね、はい、その岸田さんのそういうふうな所得税減税含むっていうのを、聞いたマスコミはね、はい、所得税減税を念頭にとか言って新聞記事書くんだよ、はいはいはい、でもね、 あのね財務省の方もねちゃんとね用意しててね、はい、政府与党政策懇談会を開催し、ここはまあ形式的なんだけどね、はい、与党の税制調査会における検討を指示します、はい、そこに落としてるでしょ、はい、
与党における税制調査会で、はい、誰がキーパーソンかというと自民党の税制調査会長の宮沢洋一さんだよね。出た、いとこ出たいとこに落として、そこはもう財務省の完全にテリトリーだからね、うん、領地だからね、だから、はい、そこまでいけば、はい、まあ、宮沢さんがそう簡単にはやらないって分かるわけ。うーん、そこまで読んでるんで、だからどこに落とすかっていうのもすごく重要なの。なるほど、うん、だから税制調査会に落としちゃったら宮沢洋一さんで、他 の、 総理の、周りで今ね、所得税減税言ってる人って結構いるのはいるんだけど、そうすると宮沢洋一さんプラス財務省と、そういうふうな総理の周りの、所得税減税派の戦いになるんだけど、どっちが勝ちそうかなっていうふうに言うことになるんだよね。そうすると圧倒的に宮沢洋一さんの方がいとこだしね、まあほとんど同じとこ住んでるからね、これは苦しいだろうな。財務省もちゃんとそれの戦いは分かってるからね、こういう時に布石があってね、うん、で宮沢洋一さんに頼んだらどうなるかっていうのはちょっと言ってきますよ、はい、まあ、所得税減税仮にあったとしても、はい、この国会は12月13日までなんだよね、はい、それで12月13日ぐらいになると、実はね、政府の中で税制改正大綱って、うん、来年度税制改正大綱っていうのが出てくるの、はいはいはい、これは来年度の新しい税制がどうなるかって大体示して、うん、それに合わせてもう一度法案も作ってるんだよね、うんうん、となるとこの所得税減税仮に入ったとしても、はい、来年度税制改正大綱の中に入るっていう形になるんでね、はいはい、これ財務省として一番負けたパターンでも、所得税減税が入ったとしても来年度税制改正大綱に入れると、はい、そういうスケジュール感になるわけ、はい、そうすると来年度税制改正大綱の法案、はい、税制改正法案はいつ出るかっていうと来年の1月です、うんうん、でこれが通るのは3月です、はい、でこれが3月に法案が通るとその実施っていうのは大体10月です、はい、そんなになっちゃうんですね。そうね、最短で早くても7月そうかぐらいなんでね、こういうふうな戦いをしてるとね、所得税減税が入ったとしても実施時期がすごく遅れるっていうことになるんですね、うん、でここをだからもうちょっと早く、すごく岸田さんがやりたいけど、どのように直すかっていうと、はい、所得税減税を含む還元措置の具体化に向けて、はいはい、今国会で税制改正を提出するよう指示いたします。税制改正、こういう今国会で税制改正法案を提出すべく指示しますっていうのが一番強い。でもそこになってないでしょ、はい、なってないってことは、ね、実はいとこに頼んだらまあゆっくりになるんだよな。で仮に今国会で税制改正法案を用意しますって形になったら、はい、今国会中に成立するから、はい、ということは11月に成立するでしょ、はい、この実施っていうのは来年の4月はすごい楽なんだよね。財務省が遅くすることのメリットっていうのは何なんですか。だん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 みんなの関心がなくなってきたり、障害規模にできるかもしれないなとか、あとあれだよね、来年の話になると増減税が一緒になったりしてよく分かんなくなって、いろいろと前に出ることできるんだよね。これだけ短期で取り上げるとすごく規模大きくなるかもしれないんだけど、一緒に一緒になるとなかなか分かんない。そういうことなんですね、うん、なるべくこの減税だけに焦点が当たらないようにするためには、うん、ちょっと遅くするっていうか、ちょっと遅くして来年度の、うんうん、法案と一緒にしちゃうっていうのが一番いい。でたくさん入れるとね、まあ、マスコミのね、ちっちゃい小鳥のように全部入んないからなるほどなるほど、だからみんなのバーってやって説明できるし ね、 なるほどね、そういうふうな戦略でありますね。高橋さん点数つけるとしたら辛い点数になりそう、まあ、私がですね、ちょっとね役人だったら辛くなりすぎちゃいますね。私があれだったらどういうふうにやるかっていうのをちょっと言ったけどね、はい、所得税減税を含む、還元措置の具体化に向けて、うん、今国会において税制改正、うん、税制改正法案を提出すべく指示しますという言い方、はいなんだよね、だいぶ違うんだよね。そうです、ね、それ今の時聞いたらえってみんな思うわけ。これだとすごくゆっくりなんで、皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。